給食はしっかり食べさせたいですよね。でも食べる時間って20分ぐらいしかないんです。ですからこんな風に配膳図を書いておいて、手早く準備ができるようにします。これならどんどん置いていけば配り忘れや配り間違いもありません。少しでも早くいただきますができます。食べる量は個人差が大きいので、苦手なもの、食べたことないものはほんの一口にします。食べられたらおかわりをしていくというふうにして、ごちそうさまの時に食器がどれもきれいに空いている、これを目指しています。野菜を減らしたお子さんが多いようです。でも食べてみたら食べられそうということで、ほんの一口ずつおかわりをしたり、好きな子がたくさんおかわりしてくれたりして全部飽きました。ひじきは結構人気があったみたいで、減らした人が少なかったです。これもきれいに全部飽きました。お魚が苦手という子が多くて、こんなに減らしています。右側はそのお魚の煮汁のついたご飯を作っています。味付けが美味しかったようで、ついでにお魚もおかわりして全部飽きました。白ご飯が欲しいという子もいますので、白ご飯は白ご飯で残しています。これもきれいに食べきりました。ご飯はこんな風に水をかけて片付けをします。最後にお椀、お皿、ピカピカタイムというのをとって、ごちそうさまの時には全員がこんな状態になっています。